皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。相棒、準備をしてから機団長さんと話をしましょうか。はい、ではモンスターハンターワールド実況プレイのパート20です。今回は、3機団の団長とお話をしまして、機器を飛ばしてもらってね、正気の谷の調査に向かいたいと思います。また作業しまして、装備品ね、リオレイヤーの装備一式揃えています。はい、まあ、武器は、今現状で、まあ、一番強いというか、まあ今持ってる中では、まあ一番性能が良さそうな、パルサーアームズ2。まあチャージアクセスですね。今回使っていきたいと思います。防具はレイヤー装備一式です。まあ毒系の、スキル全く意味ないけど。行きましょう。よし、じゃあ行きましょう。さあ。まず降りられる場所を空から探す。いい場所を見つけたらあんたたちを下ろすから、そこにキャンプを張って。その後はマグダラオスの痕跡を探して。いいわね、あんたたち。正気の谷とは何なのか。そして、谷と大地はどんな関係なのか。いろいろ見て考えてくるのよ。じゃあ、行きましょう。どうですか？いい場所。
ああ、なんか見るからに体に悪そうな。あ、見てください。お、種族竜かな、ボスギルオス。このままじゃキャンプの設営は無理です。よし、おう、あの姉ちゃんも無茶するな。これで無事キャンプを建てられますね。あの姉ちゃんハンターになれるんじゃね。相棒、ドスギロスやんのかな。ドスギロスって水だっけか、食点。あ、なんかこうバツついてる。まあ、ゆっくり探索していこうかな。ドスギリオスと戦う可能性もあるよね。じゃあ、ちょっと装備を水属性に変えようか。水の武器あんま強化しなかったな。このままでいいか。狂気の谷。も、なんか落ちてきた。そういえば、狂気に気をつけろ。なるほどね。待って、今ゆっくりと見ていきましょう。おっと、突水流ラドバルキン、ね、ウラガンキンの仲間。なるほど。しょうがねえな、やるしかねえ。勝った。よいしょ。よいしょ。行きましょう。ちょっと待って。行って。戦闘所これ。待て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 。うん、ちょっと一旦落ち着かせて。
ラドバルキンだった時はね、使おうと思った装備があったんだよ。装備変更。水薬装備です。結構見てみ。あんなもんまともに食らえっかよ。おっと、横回転。うちの裏関係と戦ってるイメージでね、行動してるんですけど、どこ壊した。痛い。あ。く。よかった。睡眠耐性ついてます。あれこれ、あ、取れないんだ。OK! 来た。よし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 。あ、カンタロスじゃん。やっぱ言ってる場合じゃねえ。
ういう切り返し方する。痛い。切り足が裏関係みたいな動きするんだな。よいしょ。このでっかいとここれあれ壊せそうじゃない？頑張れば。どこが V 破壊かこれはよく分かってないんだけど、まあ初めて挑みますからね。やった。よいしょ。見られた。骨髄流の骨髄。ね、ゆっくり袖休みもしたいところですけども。この上？あ、どうやって上まで行ったんだ？ん？どっち？完全に迷ったか？あ、もっと上。あ、いた。こんなところに。
はい。どこ連れてくの？こいつを骨を補充するんだ。なんかこういうモンスターダブルクロスにもいたな。だと思うんだけどな。まだ持ってなかった。なかった。まあいいや。しょうがない。あとしかない。でいい。いてえ。油断した。あれだ、ちゃんとショートカットに入れなきゃダメだな。頑張るなぁ。いって、
始めるで。こちらへ。よいしょ。そうした。よし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 。じゃああとはドスギルオスを探しつついろいろ見ていこうかな。カンタロスめっちゃ寄ってくんだけど、あ、なんか取れっかな。あ、イビスナ峡谷初ゲット。あとは目的の、あ、ここにあった、こいつら黙ってみろ。お前ら黙ってろ。ん？なんかここ罠に使えそうな場所？戻ってきちゃった。一応目的としては、まあ、ドスギルオスを発見するだとなってるんですけど、どこ行ったあいつ。青キノコ。虫。これは正気。触れないように気をつけて。なんか嫌な感じだね。なんかよくなさげねえが多いな。ここは正気が満ちているようです。吸い込むと体力が減ってしまいますよ。このようだね。これはきついな。あ、いた。休憩を入れましょう。研究基地に戻りませんか。そうだね。このまま続けるってのも危険か。まあ撮影時間もいいところなんで、一旦この辺で帰っておきましょう。
回ったったね。あんたたち、あの、あなたは。あ、違った。そりゃそうよね、あんたたち行ったら倒れていたし。あ、そうか。私は一騎団のものよ。あん時は危なかったわね。もしかして私たちを助けてくれた。本当にありがとうございました。無事でよかったわ。あんたたち五騎団でしょ。うん。こんなところで何してるの。実は ゾラマクダラオスの痕跡か。探してみるよ。私はこの谷をずっと調べていてね、ようやくいろいろ分かってきたの。二人ともここでたくさんのものを見てきてちょうだい。次に会った時はあんたたちの意見を聞かせてほしいね。はい、わかりました。じゃあまた。睡眠袋、よしよし。まあちゃんとした服装じゃないからね。報酬もこんなもんでしょう。痕跡見つからないわね。こうなったらもっと深い階層に行きましょう。凶器が多くなって危険だけど、あんたたちなら大丈夫よね。じゃあ準備できたら声かけて。相棒、準備をしてから被弾長さんと話をしましょうか。じゃあまあとりあえず今回はここまでにしておきましょう。三つ追加されたフリークエストってのがなんだろう。ここじゃ受けらんねえのかな。いや、じゃあまたね、多分ドスギルオスあたり多分フリークエストかなんかで追加されてると思うんで、またやつを倒してちょっと素材かなんか集めて装備とかでね整えられたらなと思います。では、モンスターハンターワールド実況プレイパート20、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また来てな。